アロハ、ハワイのアマカタイバンです。今日はハワード・ヒューズが展開するワードビレッジの6番目のコンドミニアム、コーラについてご紹介します。コーラとはハワイ語で赤サトウキビの意味を持つそうです。今回のこのコーラですが、今までのワイエアやアナハの都会的な高級感ではなくて、ちょっとハワイっぽさを残した、まあ、いわばハワイアンラグジュアリーをコンセプトとしています。それでは Let's jump right into it。 アラモアナショッピングセンターの西側に位置するワードビレッジ、コーラは建設中のアーリーの南側、キャンセルになったゲートウェイタワーズの北側に立つ予定で、ワードビレッジ2列目の好立地にあります。セントラルプラザという緑地とワードの映画館の間なので、東西には高い建物が建たないのもおすすめポイントです。コーラからはホールフーズまで徒歩1分、ホノルル鉄道新駅まで徒歩数分で行くことができます。南側の土地は現在更地でオーシャンビューですが、将来的にはコンドミニアムが建てられる予定です。デベロッパーはまずワードビレッジの西側の部分の開発を全て終えてから、最後の方でこのゲートウェイ跡地に計画すると言ってますが、実際にいつになるかはわからないので、そこが注意点だと思います。ただコーラの眺望に配慮するような設計にはなるかと思います。建築家にはジーン・ギャング率いるシカゴを拠点のスタジオギャングを起用。サトウキビを意識した外観は彫刻的で、今までのガラス張りの建物より温かい雰囲気がします。柱を外に出すアウトフレーム構造で、占有部を広く見せると同時に柱がお隣からの視界を防ぎ、プライバシーの面でも考えられています。インテリアデザイナーにはモダンホノルルも手掛けたヤブー・プショーバーグというカナダのデザイナーを起用。2階のロビーフロアはアウラニリゾートやトランプタワーに似たオープンスタイルになる予定で、ハワイらしい雰囲気を保ったデザインが各所に目立ちます。1階部分は全て商業施設になる予定です。隣接する緑地公園にそのまま歩いて出れるようなカフェやレストランが入店する予定で、さらにはUber の専用の乗り降り口も1階に設けられるそうです。まさにこの歩いて暮らせるワードビレッジの中心地にふさわしいような作りになってます。アメニティフロアは8階です。プール、バーベキュー、パーティールームなど基本アイテム以外にグレートルームと呼ばれる団らんコーナーが設けられるのがコーラの特徴です。友人を招いてサンセットカクテルを楽しんだり、家族で団らんするなど、間仕切りされたもう一つのリビングルームは使い勝手が良さそうです。今回スタジオから3ベッドルームまで用意されます。海に一番近い西側1ベッドルームと、東側の3ベッドルームに人気が集中しそうです。では眺望はどのようになるのでしょうか。ご安心ください。今回撮影してきました。まずは40階部分を見てみましょう。お、アナハとワイエアの間にダイヤモンドヘッドが見えそうです。そして南側、オーシャンビューです。180度のパノラマオーシャンビューがとても素敵です。西側に入っていきますと、この辺りから夜景が綺麗に見えそうですね。東西に建物が建たないので、景色も抜けて開放感が保たれそうです。見えてきたのは来年完成予定のケアウホー。この間に建物を建つ予定はありません。山側に入ってきました。夜景がとても綺麗になりそうです。そしてこれは今年完成予定の
会えよ。それでは下にちょっと降りていってみましょう。ぐーっと降りて20階部分ぐらいまでやってきました。ぐるっと一周してみましょう。どうですか？20階部分でも海が綺麗に見えていますよね。もしかしたら価格的にもお求めやすくなる低層階に人気が集まるかもしれません。それでは最後に概要を見てみましょう。申し込みは抽選になる可能性が高いです。ご興味のある方はコメント欄にリンクを入れてありますので、そちらからぜひお問い合わせください。ハワイにお越しの場合はご案内できますし、日本にいらっしゃるお客様でもリモートで事前に打ち合わせをして抽選の段取りをして当日出向いてお客様のお手伝いをすることが可能です。契約後30日間はクーリングオフ期間ですので、キャンセルされても手付金は全額返金されるのでご安心ください。手付金は契約時に 5%、 30日後に 5%、 そして120日後に残りの 10%、 合計 20% を支払います。残代金は2023年に、完成の数ヶ月前に、支払います。いかがですか？今回のプロジェクトのコーラ、これはハワイらしさを保ちながら高級路線を行くので、日本のハワイ好きのお客様にはとてもぴったりだと思います。このチャンネルでは、ワードビレッジだけでなくハワイの不動産のお得情報、その他の不動産情報や、ハワイの移住生活をレポートしていますので、ぜひご登録ください。それでは Until next time、マハロ。